ソフィア、どうもキリトです。今回は、グランブルーファンタジー、通称 GBF にとらわれた俺のリア課の結城アスナことアバターネームソフィアを救いに出るまでガチャの方回していきたいなというふうに思います。いやーお前、そんな俺だけにしとけよ。その服は、その服を着るのはエッチすぎるから俺の前だけにしとけよ。じゃあ今回はレジフェスなので彼女を檻の中から、妖精をオベイロンから救っていこうかなと言います。救うための金を調達してきました。モバコイン31,820、とりあえずこれで俺のソフィアを救い出そうと思います。囚われし檻から。待ってろよソフィア、エターナルフォースブリザード。はっ、うおー、レジェンドフェス、こいつソフィア最後、お、最後2枚、いや最後2枚は熱い、最後2枚はソフィアを救えるかもしれない。行くぞ行くぞ行くぞ、そろそろだな、そろそろだな、来い、はい来い、ここから最後10連で救ってみせるソフィア、ソフィア、お前じゃないな、まだ違う、だがまだ違う、俺のソフィアはそんな浅い層にはいない、100層アインクラッド100層、お、これは来た、これはお前まさかランスロットだな。おっと、あ、これソフィア来たかもしんない、ガチでアインクラッドから救い出していく。とりあえず石、グランデ、グランデは5個目ぐらいです。はい、さあアスナ、アスナ、アスナ来るぞ、これ、これ絶対アスナ来る、アスナ、アスナー、おーっしゃー、こんにちは、全員中の僧侶ソフィアです。ちょっとだけ事情があって私服を着てるんですけど似合ってますかね。いいですね。ということで、あ、すいません、殴っちゃいました、マイク、嬉しさのあまりマイクをグーで殴ってしまいました。いやー、救うことができました、よかったよかった、傷も浅めで救うことができてよかった、ソフィアのことを。いや、どうしても欲しいなと思ってたんで、画像を見てから、こういう風に早々に救えたことはとても頂上であると。あ、ソフィア、俺を待っていてくれたのか、ソフィア、俺を待っていてくれたのか。今度からめでてやるから、じゃあとりあえず今日は一緒にホテル行こうか。じゃあまたお会いしましょう。